あのアップルがですね、どうやら車を作ろうとしているようなんですね、高田さん。はい、そうなるのではという報道がありまして、それが注目されているんですね。どんな動きがあったのでしょうか。アップルカーをめぐる動きです。まず1月にアップルが韓国のヒュンダイ自動車グループとアップルカーの生産で合意したというふうにアメリカと韓国のメディアが報じました。ただこれに対してはヒュンダイグループは否定しています。そして2月にももう一つ動きがありました。 アップルが日本勢にアップルカーの生産を打診したというふうに日本メディアが伝えましたが、まあ、これについても後にイギリスのメディアが日産に提携を打診したんだが交渉は不調に終わったといいううふうに報じています、うん、辻野さん、グーグルにもいらっしゃいましたこのアップル本気でこれを作ろうとしてるんだと思いますか。まあ前からあのこの噂はずっとありまししたよよよね、まあえーはいいをて えー、まあアップルが本気で動き始めたんだろうというふうに見てますけど、ね、うそうですか。えー、これ農水さん日本企業に提供打診したが断ったんじゃないかと報じられてる。本当ですかこれは。これはある会社は断りましたね。ある会社は。日産じゃないですけど。そうですか。そうですね。 本当はやった方がいいとは思うんですけどね、そ,うですかその自流に乗るという意味もあって、です、ね、<ー>日本はちょっとこの分野で遅れてますから、で,、まあ、でもその日,本に日本勢に生産を打診したという時に株価、一気に上がったんですよ、日本の株は、各社ともに。そうですマツダなんかは20%近く株価上がりましたね、その自分たちはやるとも何もアナウンスしてないのに、その憶測によって期待感が高まったということです、ね、そうですすそうかじゃあですね。うん アップルがじゃあどういうふうに動くんだろうかということでイメージしてみたいんですがこれはあの先ほどまあごめんなさいあの井上さん、社名をおっしゃいませんでしたがトヨタではないんですかトヨタではないで,すねではないね <laughs> あまり言わないほうがいいかなと思いますだんだん絞られてきますが日産でもないですね。日産でもない かかりまましししたこれ以上聞かないようにしましょうにょ、はい、じゃあ何が起きるのかというのをちょっと見ておきたいんですが産業構造がガラリと変わるんじゃないかちょっとごめんなさい我々でイメージを作ってみました正しいかどうかちょっと皆さんにお聞きしたいこれ従来の輸性産業はです、ね、自動車メーカーというのがもう君臨していると言ってもいいかもしれない自社工場を持ち販売会社もこう、まあ、系列で作ったりし、まあ、いろんな下請けがあって1次下請け2次下請けと関連会社もあってそのがものすごく広い産業と言われてきました。 就業人口がなんと五百四十二万人というふうに言われている日本内で系列型とも言われる系列をしっかり縦のですねまさに縦型と言ってもいいのかもしれませんこのこれがまさに日本の強さと言われてきたというのは言ってもいいと思うんですねところがアップルなんですねこれどう作るのかちょっとまだわかりません勝手にごめんなさいアップルカーのイメージとして作っていましたがアップルは iPhone を作る時にも 自社工場を持っていないということでいろんなところで部品を作ってもらって世界中台湾とかいろんなところで日本も作ってますで工場を例えば中国で最終組み立てをするなんていうことでソフトを提供してアップルを作ってるけどいろんなところが作るわけですだから同じようにもしかしたら提携する海外でいくつかのメーカーと組んでですねソフトを提供することでこうやっていろんなところで製作販売をするというまあ要するに車が。 IPhone にになななってししまううとといいことになるのかもしれないそうするとえ自動車メーカーがこれで組んでしまうとアップルの下請けになっちゃうのということもちょっともしかしたら考えうることかもしれないこういうふうな構造転換でいいのかどうかなんですが野口さんどう見ますかこれ、はいあの。今の図に書いてあるような区別であのよろしいと思います<ー>で。左側の生産方式はですね あの垂直統合とて言いますね。はい、それから右側は水平分業って言います。うん、でなぜこのように変換が起こるのかというと、それはアップルが作る車ルっていうのはこれまでのガソリン車ではないんですね。うん、あの E.V. で多分自動運転の車はい、はい、ということになるんです。でこの E.V. 電気自動車というのはですね、従来のあの自動車とは非常に異質の製品になるんですね。うん、つまり従来のガソリン車っていうのは メカニカルに非常に複雑な製品だったんです、うんで。このためにですね。まあ、最初の組み立て工程で、そのいろいろな部品をこう,うまく精密に組み立てる。す、うん、り合わせとかですね。そういうことが必要になる。それが重要なんですね。うん、でそういうことを行うためには、あの一つの企業、あるいは縦型の企業の中でですね。はい、熟練した労働者がいて、長年、そういう技術を。 あの身につけて、はい、そういうあの難しいことをやるでこのために日本の自動車のメーカーというのが強かったんですね、うん、でところがそれがですね EV になるとどうなるかっていうと EV っていうのはあの部品一つ一つは重要なんですけれど。うん まああの電池とかですね、あるいはそのモーターとか、そういうものは重要なんだけれども、それを組み立てるっていうのは、それほど難しくない、これまでのいわばエレクトロニクスの製品を組み立てるのと同じようにですね、はっきり言えば、あんなことでこうくっつけることによってできてしまうような、そういうことなんです。つまり組み立てがでであるでこのような変化はすでにに年20年前に PC ととかテレビそういういことで起きたんですねうん、うん、でそれによってテレビや PC の生産が垂直統合の方式から水平分業に変わりましたつまり部品をですね部品は非常に重要なんです部,部品は世界中のいろいろなところで作るでそしてそれを最終的に組み立てるでまさにあのアップルの製品っていうのはそれをやったんですねがこれだけ急速にいたのはうん、うん 水泳分業のシステムを開発したからなんです。うん、で、そこでアップルは何をやってるのかっていうと、うん、アップルはあの組み立て工場を持っているわけではない、部品の工場を持っているわけではないんです。工場がない。で、こういうものをファブレスというんですが、ファブレスな、うん、製造業なんですねで。アップルがやってるのはですね、製品の基本的なコンセプトを作るとかですね、基本的な設計をやる。いわば まあ、ソフトウェアに近いところをやるはい、はい、そこが非常に収益性が高いんですね、はい、でアップルはここに集中したために、はい、あの非常に成長したんですなるほどであの今のアップルカーっていうのは、うん、ですから自動車の生産がですね、うん、これまでのようなものからつまり垂直統合にあの適したような製品から水平分業に適したような製品になっている、うんはいはい、こちらになるとはいで、はい、でそれはあの日本の 自動車メーカーにとっても、あるいは世界中の自動車メーカーにとっても非常に大きなあの転換なんですね。だからこういう変化に対応できるかどうか。はいどうぞ。あごめんなさいいいですか。はいどうぞ。これから自動車産業で何が起きるかっていうことはね、過去に家電産業ですとか、はい、携帯電話の世界で何が起きたっていうことを振り返れば、まあ容易に想像できるんですよね。うん、今まさに野口先生おっしゃったように、もともとその日本というのは垂直 統合型の、まあ、よく n i h n a t インベッテッドヒアっていいますけども、うん、その全部自分たちで系列まで含めて、うん、自分たちのグループでやって付加価値を高めるっていうやり方だったのが、まあ、パソコンの頃から水平分業の,あのやり方に世の中が切り替わってきてはい、はい、あのちょっとごめんなさい、はい、思い出すのがです、ねはい、日本はパソコンそれ強かったただ例えばマイクロソフトが Windows 出してです、ね、そしたらみんな基本的に Windows が主導権を握って パソコンはたただの箱じゃないいいかかとととと言われた時代もあってそうううここが起きるということですかで日本はパソコンは強かったんではなくて例えば家電ですとか、はい、あるいは携帯電話今やもうガラケーと言われるような工業製品に関しては強かったわけですね。うんはい、それは垂直統合型で強かったんですけどはい、はい、パソコンはまさに、まあウィンテルと言われるように、はい、あのマイクロソフトの Windows を使ったりインテルの,の、うん、CPU を使ったりして。 で残りの人たちはまあ下請け的に組み立て産業みたいな形でまあ日本の中からもたくさんパソコンメーカーが出たんですけどもはい、はい、まあ肝はあのインテルが握ってたわけですよね、うん、その構図がずっとその後デジタル家電ですとか、うん、携帯電話の世界で同じように続いてきて、うん、その波が次はあの車の世界に来てるっていう、うん、まあそういうふうに理解する通りですあの要はですねパソコンがインテルとマイクロソフトっていう大きな部品から成り立ってるわけですよねだから E.V. は 電気モーターと電池という大きな主力部品で構成されてくるわけですね。でそれは基本的には外部調達になるだろうと言われてて今までじゃあモーターはエンジンだったわけですよね。エンジンはトヨタもホンダも自分の会社で作ってたわけですよ。それを外部から調達してくるるよううになるだろうということで車が本当にパソコンのような作り方スマートフォンのような作り方になるということなんです。